んにちは、Gです。今回は Pi400 のお話。 Pi400 はケーブルの取り回しがかなり場所を取ります。こんな感じ。それで長らく他のキーボードの台としてのみ活躍していました。でもこのままじゃもったいないので、快適に常用できるよう考えてみました。 OS については、まあ用途や好みで何でも構いません。ラズパイで利用できる OS はあらかた試し、私の場合常用 OS はマンジャロに落ち着きました。ここではマンジャロを使ってさらに快適にするための仕掛けをいくつかご紹介します。マンジャロのインストールには画面のサイトからイメージをダウンロード。ここでは KDE プラズマを採用しました。7月のアップデート以降、ウェイランドも安定してブラウザー動作も問題なくなりました。今時点で最も安定している OS じゃないでしょうか。それと SSD の USB ブートも速度が出るようになったので、今回は両方試します。エッチャーで焼くんですが、ターゲットを SSD にすれば直接 SSD に焼けます。もちろん SD に焼いても構いません。初期設定などは何度もご紹介していますので、全て早送りします。適用するコマンドは概要欄に書いておきますが、詳しくは過去動画を参照ください。初期設定、日本語 IM の導入、オーバークロック、サウンド修正、温度計の追加を行っています。なお、この動画の内容は Pi400 だけでなく Pi4 でも適用いただけます。 GNOME ディスクスをインストールして速度を測ってみましょう。ソフトウェアの追加と削除を起動して GNOME ディスクで検索。 GNOME ディスクスをインストールします。ディスクを起動してハンバーガーアイコンからディスクのベンチマークを選択。 SD の場合は45メガ程度なんですが、 SSD だと320メガほど出ています。 SSD のスペックはもっと高速ですが、ラズパイだとこんなもんです。まあ SD 起動より8倍近く速いので、かなり快適。マンジャロの標準ファイルマネージャーはドルフィンです。ドルフィンは優秀なんですが、1点だけ気になることがあります。画像などのファイルには自動でサムネイル画像が割り当てられます。でも動画ファイルだけサムネイルがないんです。そこで動画にサムネイルを追加する方法をご紹介します。ソフトウェアの追加と削除を起動して FFmpeg SAMS を検索してインストール。リスタート後、ファイルマネージャーを開き、ハンバーガーアイコンから設定、ドルフィンを設定を選びます。全般でプレビュータブを選んでください。動画ファイルが追加されているのでチェック。この時下端のプレビューするリモートファイルの最大サイズはプレビューしないとなっています。ここを5000メガなど適当な値に変更すると、リモート接続時もサムネイル表示できるんですが、遅いのでおすすめできません。
適用語の振る舞いをご覧ください。Pi400 で動画を楽しむ場合、HDMI モニターやテレビのサウンド出力を使います。モニターにスピーカーがないなら、外部スピーカーが必要になります。でも、いい音で楽しむにはヘッドホン一択ですが、Pi400 にはオーディオジャックがない。そこで、Amazon で USB サウンド変換アダプターを買ってみました。こんな製品です。価格は900円くらいでした。 USB に挿してヘッドホンに直接つなげられます。音は悪くないです。私のヘッドホンのプラグは3極で、 iPhone のイヤーポッズは4極なんですが、どっちも OK でした。複数の PC でも試したんですが、ノイズもなく、とてもいい買い物でした。 Bluetooth のオーディオデバイスだと遅延が発生するんで、私は有線派です。なお USB ポートは余裕がないので、セルフパワーハブを使用しています。 Pi400 にはパワーボタンがあるんですが、ラズベリーパイ OS じゃないと機能しません。マンジャロでもパワーボタンが使えるようにする方法をご紹介します。結構簡単なんですが、見つけるまでかなり時間がかかりました。 KDE システム設定を開きます。ショートカットを選び、電源管理を選択。電源を切るをクリックして、Add カスタムショートカットをクリックして、F10 キーをタイプ。これでパワーボタンで電源オンオフできるようになります。アプリの切り替え方法は好みによりますが、私の設定をご紹介させていただきます。 KDE システム設定を開き、ワークスペースの挙動を選びます。スクリーンエッジーズをクリック。モニターの隅にカーソルを移動した時の挙動を指定できます。左上は標準設定のままにしてるんですが、右上のアイコンをクリックして、トグルウィンドウスイッチングを選択します。振る舞いは見ていただいた方が分かりやすいので実演です。左上にカーソルを移動すると、すべてのウィンドウが縮小表示され、クリックしたウィンドウをフロントに移動できます。右上にカーソル移動すると、画面左にウィンドウがスタック表示されて、クリックでフロント表示できます。ちょっとしたことですが、個人的には KDE での必須機能と思っています。直近のマンジャロはウェイランド環境でも安定して動作しています。ブラウザーは再生時のコマ落ちも少なくなり、かなり快適です。また SSD のアクセスが速くなり快適。この機械に SSD 化しませんか？ラズパイが買えない状況が続いています。当面は玉不足が続くと思いますが、問題は価格です。私の購入時、ラズパイ4 4ギガは7000円以下、 Pi400 は1万円以下でした。今の相場は Pi4 4ギガは1万円程度、 Pi400 は約12000円。ラズパイ高すぎでしょう。当面はPi400 しか選択肢がないので、ラズパイにこだわるなら
なくなる前に入手しましょう。でも流行りのミニ PC なら2万円台からありますよね。高値が続くならラズパイにこだわる必要ないんじゃないでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。濃厚接触者になりました。それも3週連続で。結果1ヶ月近く自宅謹慎。それで陽性反応の乳幼児を預かってたんですが、待機期間の終わりに発熱。保健所に連絡して病院紹介してもらったんですが、陽性反応者を受け入れる発熱外来はありませんでした。コロナが怖いのは感染じゃなくて医療機関の問題なんだと改めて痛感しました。解決にはコロナ退散と憲法に書かないとね、共産党さん。ああ、彼らは緊急事態基本法にも反対だからお札でも配ってくれるのかな。ではまた次回。